キューバはゆとり教育のすごい反対でむちゃくちゃ怖いらしいんです。何やってんだお前はって、死ぬぞそれはって言われるんです。でも納得するんです。本当にスキューバ好きで潜って花あの魚とかね、そこ深海がみんなすごい好きで、本当にそれが好きだからこそ命に関わるときはダメだろってはっきり言ってくれる。でも納得感があるんです。どうしてもそれをやりたいとき、確かにそういう使い方したら危ないってのがすごく、でもう学校教育よりもスキューバ教育を世界に広めてほしいっていうぐらい彼女が力説するぐらい、ゆとりを持つかどうかよりもやりたいし、そのためにやってやりたいっていう気持ちが大事だし、そこの中に厳しさがあったり怒られても納得感があるんですよ。そもそもやりたくないのに勉強しろって怒られたら、やりたくもないのに怒られて、どっちも嫌なわけですよ。だからって言ってゆとりを与えられたところでどうしようもないわけです。で、私これゆとり教育を批判してるんではないんです。これから未来を語りたいんです。未来子供たちがうわこれすごいしたいなとか、100回落ちてもこれしたいな、一人一人の子どもたちがそれを見つけてほしいんです。そしてその前に大事なのは私たち大人です。私たち大人が100回落ちてもこれやりたいんだっていうことをやれてるかどうか。